イこんばんは、ワクティカです。今回はですね、遅ればせながらブラックフェザーデッキを仮組みしてみましたので、その紹介動画となります。今回のパックデュエリストパック編、レジェンドデュエリスト編3でですね、超絶強化というか、まさか黒い旋風をサーチするシムーンと呼ばれるカードがあって、それにより爆発的な展開力プラス爆発的な安定力を手にしました。その勢いは半端じゃなくてですね、ブラックフェザーの大会ですにブラックフェザーがまだ旧環境の場合、まだ聖剣回帰が出てない状況なのに、新しい聖剣回帰が出てないのにブラックフェザーが入賞することがあると、それほどまでに使用者が増えるまあですけどね、僕もねこれ使ってみたんですけど、難しい、ほんと難しい。もう一個一個のルートとか展開ルートとか覚えるの苦手な自分としてはものすごい難しい。その分ね、その分やりがいのあるデッキではあるんですけどね、その分まあいろんなね展開方法を考えたり、それ自分で試行錯誤しなきゃならない時があるから、そういう意味じゃ嬉しい悲鳴ってわけなんです。はい、それじゃあ早速ですが、説明していきましょうとか紹介していきましょう。まずモンスターから、ブラックフェザーシムーンが3枚、ブラックフェザーブラストが3枚、クリスが2枚、ゼピロス1枚、ブリザード1枚、アウストルかな、アウストラ、アウストルだよ、アウステル、アウステルだ、アウストルって呼ばれてる、アウステルが3枚、ゲイルが3枚、アルハタルマッタンが2枚、バーイが2枚、スチームが1枚、オロシが2枚、増殖する G 3枚、ハルラ2枚、ウサギが2枚。モンスターが以上です。次に魔法カード、鋼の指名者が2枚、闇の予約が3枚、黒い旋風が3枚、死者蘇生1枚、ハーピーの羽根暴起1枚。以上ですね、トラップはなしです。次にエクストラ、見習い魔女1枚、トイメイニコン1枚、ハリファイバー2枚、コーラルドラゴン1枚、でブラックローズドラゴン1枚、シューティングライザードラゴン1枚、サイフレームオメガ1枚、サミダレのソファヤ1枚、星影のノートング1枚、ナミナーメの千鳥1枚、シューのライキリ1枚、オークジョー1枚、フルアーマードウィング1枚、アサルドブラックフェザー神立ちの鬼丸が1枚。以上ですね。じゃあモンスターから、まずシムーン、この新しいパックで出たものですね。完全にこれに頼ってると、これのおかげでどんな状況からでもワンターンキルが容易になってしまうという、黒い旋風をデッキからさ発動してきて、さらにその後召喚するので、タイミングを逃さず攻撃力2200以下のブラックフェザーをサーチできます。さらに通常召喚とは別なので、主にというかほぼ確実に持ってこなきゃならないのにあれはアウステルです。まあブラックシムーンの効果でですね、ブラックフェザーモンスターを1枚除外して発動しなきゃならないので、で除外したモンスターを即座に帰還させると、まあ、完璧ですね。完璧なので、さらにアウステルの効果で手を持ってみるか、もう高速シンクロしろよっていうコナミ様のお察しなので、まあ3枚積んでおきましょう。確定です、どんなことがあっても確定で、ブラストが3枚、クリスが2枚、この辺がね、ちょっとね、微妙ですよね。まあでも、ブラスト3枚はそれでいいんじゃないかなと思います。握れば握るだけ、それだけ火力になります。ブラスト。クリスの場合は、1900という打点はともかくとして、1回しかできないんでね、ブラストよりか。まあ、ブラストより優先度は落ちるけども、1900という打点なので、まあ、例えばね、黒い旋風があった場合とかは、まあ、即座にブラストをサーチすることができるっていう点も含めて、2枚でいいんじゃないですかね。で、ゼビオス。シムーンはですね、セットしてきた、発動してきた黒い旋風、引っ張ってきた黒い旋風はエンドフェーズに消えてしまうんで、もし墓地にゼビロスがいれば、まあ、自戒する、エンドフェーズに自戒する前に黒い旋風を戻して、特殊召喚できるっていうところがあるんで。で、1枚入れてていいと思います。で、ブリザード、1枚ですね。特殊召喚ができないというのがアネックで、やはり通常召喚権はほとんどアウステルにね。で、もし、シムーンが出てきた、アウステルが出てきた後は、ホーク上、ノートゥングからの、まあ、2枚目のアウステル感覚で使うといいでしょう。で、アウステルもこれも2枚か3枚で迷ったんですけども、なんか使っててあんまし弱いと思ったことがなかったんで3枚で、ゲイルこれも3枚ですね。まあこれもあればあるだけあればあるだけ強くなるカードの一つなので、まああんまし攻撃力守備力増減効果はあんま考えない方がいいと思います。ほとんどの場合ライキリで破壊して一気にって感じですから、まああれば十分かな。まあ、例えばサイバードラゴンノバとかがいた場合に、まあ、じゃあ使ってくださいみたいな、それ用で入れてる感覚でいいと思います。ハルマッタン、手札から SS し、SS した時にレベルを他のブラックフェザー分アップさせるという効果を持ちます。これによりですね、例えばアウステルの効果でハルマッタンを特殊召喚します。ハルマッタンの効果でアウステルを選択します。
レベル4なので4上がります。6になります。4と6なんで、一気にフルアーマードウィング、ブラックフェザー、フルアーマードウィングを出すことができるということになるわけです。完璧なシナジーです。他にもですね、ハルマッタンが3枚いるかどうかですよね。結構これ、最初に引いてきたときバリ強いんで、シムーンと引いてきたときめっちゃ強い動きができるんで、これはどうかな。3枚入れるかどうか、ちょっとまあ、もし必要とあるならば、バーユ1枚抜いてハルマッタンでもいいかもしれません。で、バーユ。シンクロ召喚ができないし、特殊召喚もできないんですけれども、例えばこれはね、墓地にあると、まあ、第2のシンクロになるプラス、例えば、アサルトブラックフェザーとか、この辺、この辺、中段になっちゃうんですよ。普通にシンクロ召喚したら。だけど、バーユで特殊召喚したら中段になる効果ないんで、即座にシンクロ召喚の素材に使えたりする。まあ、そういう時のために必要っちゃ必要。あと、まあ、場がこじれた時に場がこじれた時にこのカードを用意していると、なんもない同居用の時からいきなりモンスター出すことができるんで、そういう意味じゃ強いかなと思って今言いました。はい。で、隠れ身のスチーム、制限カードですが、まあ、これも確定で言いますね。めちゃくちゃ強いですね、これも。まあ、単純に3、召喚して、ブラスト召喚、レベル7のブラックフェザー出す、スチームトークン出す、スチームトークンリリースして、スチーム出す。そしたらもう3と7でフルアーマードウィングで繋げられるんで。で、突風のおろし。手札から SSL レベル中なんですね。まあ、表示形式変更効果あんま使わなくていいでしょう。使う必要もないし。まあ、手札から SS できるレベル1のチューナーということで。まあ、1と6で7を出せるっていうことが重要だな。主にホークジョーを出すのに使ったりする。で、増殖する G、ハルウララ、ウサギかな。この辺もまあいいでしょう。罠積んで言わないんで、やっぱし、手札ユーザスに頼り気になると思います。殺しに行くデッキなんでね、一旦しのいで殺しに行くっていう。で、ハガーナの指名者。そうですね、ハンド油圧が受けにくいブラックウェザーといえども、やっぱ G は脅威。G は脅威。ウララは逆に打ちにくい。すごく打ちにくいです、このデッキ。黒い旋風の都合、処理の都合上、例えばまあ、ブリザードの効果と黒い旋風だった時、チェーン1、チェーン2ってされると、ウララ出ないんですよ。ね。ウララは食らいにくい。で、ウサギもそんな言うほど食らいにくい。さっき言ったように、こうこうってやった場合、ブリザードに打つしかなくなるんで。だけど、G だけはやはりきつい。G だけはやはりきついんで、まあ、指名者、2枚ですね。どうしてもきつかった場合は、モンスター1枚減らして3枚にしましょう。で、闇の誘惑。もう、シムーンとアウステルがいる以上、もうぶっちゃけた話、闇の誘惑3枚積まない意味がない。正直な話。まあ、その分、ブラックフェザーを増やさなきゃなんないですけどね。ゴードン嫌いだから、闇の誘惑3枚に頼り切りかな。で、黒い旋風3枚。これも確定ですね。多分、ブラックフェザー流行ったら絶対また制限戻るんだろうなって気がする。で、死者蘇生、ハーピン、ハネボーキと。シンプルですね。非常に。では、エクストラ行きましょう。見習い魔女。ですね、シムーンの効果を使うと、闇属性しか SS できなくなるんですよ。エクストラ、エクストラデッキかだっけ？ん？そんなことなかったっけ？ダメ。エクストラデッキから特殊ができないね。だからまあ、ハリファイバーとか出せることができません。本当はハリファイバー出した方が強いんですけど。でもやっぱし、高速シンクロをするためには、リンクマーカーが2つ以上ないとちょっと話にならない。プラス、未来魔女のね、全体、バンプ効果。もうなかなか使えるっちゃ使えるんで。で、墓地回収効果ね。で、1枚寝ています。見習い魔女フルアーマードウィングの布陣が結構先行だったら作りやすくて強い布陣なんじゃないですかね。で、トロイメアユニコーン。これも闇属性なんで、先ほど言ったようにシムーンガラの動きの時に、ワンタンキルが可能になったんです。可能になるためにこじ開けることができます。あと、まあ、反動を捨てられるというのも便利ですね。場合はサーチしやすいんで、黒い旋風で。ブリザードをアウステル通常召喚からサーチできるんで。まあ、サーチしてきた場合を捨てて、相手もサーチを送れば。まあ、無効になったとしても場合を、ね、墓地に送ることができれば仕事はしたなって感じでしょ。で、ハリファイバー2枚。これも強いですね。まだちょっとね、制限回転前なんですよ、これ取ったの。だから、もしかしたら動画上げる頃に、おい、ハリファイバー禁止だぜってなってるかもしれませんが、だけど、そんな言うほど構築は変わんないはずです。言っとくけど。たとえ禁止になったとしても。制限だったら全然問題ない。むしろラッキー。制限だったらラッキーです。制限だったらここ1枚抜いてシンクロに変えましょう。なんかできるのかななんかできるのかね。で、はい、コーラルドラゴン。ハリファイバーから出すモンスターで何がいいかって思った時に、ワンダーマシンよりかちょっとコーラルドラゴンが強いかなって気はしました。でも、生き残った場合の強さがあっちとは段違いで違うんで。
他が、あ、で、ブラックローズドラゴン。これはそうですね。シューティングライザードラゴンで、シューティングライザードラゴンから1枚落として、倍落としてレベル6にして、で、スチームトークンと、シューティングライザーでシンクロ召喚すれば、ブラックローズドラゴン出すことができます。で、そこに、横に置いてるのがフルアーマードウィングだったら、さらに倍率ドンですね。で、サイフレームロードオメガ。レベル8枠が何にしようか迷いましたが、クリスタルウィングが今の環境強い、今の環境というか、もう強いと全く思えないんですね。はっきり言って。全然思えないんですよ。一瞬でジョグられる上に、下手したら死者蘇生とかでやられる可能性もあったりするし。そうなれば、破壊されにくい、妨害されにくいサイフレームオメガの方がいいかなと、ちょっとでも手札除外とかしてね。あと、単純に場合を戻せるっていうのも強いと思います。で、こっからがブラックエサー。サミダレのソハヤ。このね、このカードだと、1、4で出せますね。1、4、バーユで出すことができるんで。まあ、後々ちょっとデッキ展開を、デッキ展開の例とかでも言うんですけれども、4と1でハリファイバー出してデッキクラスチーム持ってきて、で、バーユとクリ、バーユとレベル4のやつを除外して、ソハヤ持ってくる。で、スチームとソハヤでシンクロ召喚レベル8みたいな。考えが結構強いと思います。で、押し上げのノートゥング。通常召喚権を増やすカードのうちの一つですね。出しにくさが問題ですね。これほとんどの場合、2、4で出す、4、2で出すことが、出しきます。ほとんど。アウステルとハルマッタンで出すことになりますと。まあ、それ以外だと、本当にアウステルあるのに出せないってやった時、これ出そうとするときすげえ迷ったんで、ミストラルとか入れようかなと思ったことがありました。レベル2中なね。で、霧雨の血通り。涙雨の血通り。墓地のブラックフェザーの数かける、300ポイントかな ?300 ポイントアップ。300よかったよね。300じゃないよね。確か300、300ね。300アップします。ワンタンキルの音もですね、ほとんどの場合。あと、ま、レベル7出すときは、こう、あ、レベル7かわ。これ中難度として扱っちゃうから。これじゃダメだ。で、ワンタンキルの音もとして使います。あと、打点アップとかね。周囲の雷切り。フィールド上の、ジムフィールドのブラックフェザーモンスター。他のブラックフェザーモンスターの数だけ。理由な。の数だけ、相手フィールド上のカード1枚、相手のフィールド上のカードを破壊することができる。で、これはね、ターン制限ないので、死者蘇生とかで独召喚しても効果使います。で、漆黒の北条。一旦に一度墓地のレベル5以上の、ブラックフェザー SS ですね。ほとんどの場合、経由してきたノートゥングを出すか、まあ、雷切りとかを蘇生してもう一回使うとかですね。で、効果の対象とか戦闘の対象を入れ替えることもできるんで、このカードは。結構ね、フルアーマードウィングとかと横に置いてると強かったりする。で、フルアーマードウィング。完全耐性を持つブラックフェザーであり、他にはまあ、くさびカウンターがあるんですけど、アウステルの前提なんで、あんまり考えなくて使えたらラッキー程度で思った方がいいでしょう。むしろこれを狙うためにそこの布陣を考えてるとぐちゃぐちゃになったりするんで。単純に立たしておくだけでも十分強いと思います。相手からするからな、今の環境で言うならば多分殺しに行けるのは、バレルソードドラゴンぐらいじゃないですかね。バレルロードですら、相打ちに持っていかないとダメだし。で、神立ちの鬼丸、レベル12の、アサルトブラックフェザーですね。これは非常に、出しにくいなと思ったけど、結構出しやすいって出しやすいんですね、これ。まあ、チューナーと化した雷切りと、まあ、ソハヤなんかでも出ますし、他でも結構出しやすかったと思います。そんなにほど、出しか全然出せねえよ思ったことはないです。フルアーマードと、漆黒のブリザードなんかも見ますし。はい、以上ですね。じゃあもう最後にちょっと展開例なんかをこんな感じで紹介しておきましょう。こんな感じです。はい。まあ、一番単純な展開例を、じゃあ例として、先行のね、展開例を、例として紹介します。まあ、例えばシムーンあった場合、まあ、コストで。まあ、このコストは、正直ブラックフェザーで SS できるカードなら何でも構いません。でまずコストで紹介します。で、シムーン。で、シムの効果で黒い旋風持ってきます。で、黒い旋風の効果、シムの攻撃力以下のモンスターを持ってきます。アウステル。で、アウステル召喚。で、アウステル効果で、まあ、モンスターを帰還させますね。で、効果。で、まあ、SS できる。まあ、ゲイルでも何でもいいですし、定数特殊召喚できるブラックフェザーを持ってきます。ブラックフェザー。で、こことここで、リンク召喚。見習いましょう。で、まあ、こことここで、シングル召喚。まあ持ってくるのは大体一緒だと思いますけど、フルアーマードウィング。まあこれが一番簡単っちゃ簡単です。ただまあ、
まあそうですね、一番これでね、注意すべきは、見習い魔城は相手フィールド上も攻撃力アップしちゃうんで、例えばバレルロードなんか出されると攻撃力アップしちゃうんですよ。だから3500で殴られちゃいますから、もしなんか立たしたくないとかそんなんがあるんでしたら、別にもうここ出さずに、まあ帰還したモンスターをここすべきでいいですし、まあサーチしてきたモンスター手札に入れて、もうフルアーマードリングだけ出して終わりでもいいかもしれません。で、一番簡単ですね。じゃあ次、はい、次では黒い旋風なしの、まあ例えば場合を使ったれ、言ってみましょうか。まあ場合召喚でクリス特召喚、まあ2体でリンク召喚、まあ皆さん大好きハリファイバーで、ハリファイバー効果、まあデッキから持ってくるのはね、まあこの状況下だと一択っちゃ一択ですね。土に持ってきますね。で、バイオ効果。レベル4とこのカードを除外して、レベル5ですね。まあ、ソハヤを SS します。まあ、バイオで特殊召喚したんで、特に問題は、これが中断になっていません。まあ、こことここで、シンクロ召喚。まあ、おでこ持ってくるのは、僕はちょっとクリスタルウィング入れてないんで、材料の方で。で、スチームの効果。その効果で、持ってきますね。トークンを呼び出します。で、ここで、まあ、ここでもうすでに除外って言っても構わないですし、まあ、場合戻したいんで、まあ、ストーンバイフェイズに場合って言って戻して、で、なんか相手が動いたらですね、ハリファイバー効果で、で、行くからシューティングライザードロップ。で、シューティングライザー効果。で、デッキから、まあ、レベル1として、レベル6。で、効果、こことここ。スチームトークンとここでシンクロ召喚。で、ブラックローズドロー。で、ブラックローズドローの効果。全体除去でチェーンして、オメガの効果で相手モンスターを逃げて、除外すると。単純ですね、とても。フォルトで。でね、もうレベル7の枠ね、どっちか迷ったんですよ。これか、これかで迷いました。正直な話。サイフレロボード Z で。今のは結構、まあ、バーユとレベル4、ブラストとか引いてたら瞬間でなるコンボなんで。だからそんなにほど難しくはないと思うんですよ。これ。正直ね。このコンボが決まるのって。まあ、誘発を踏みに行かないのを考えなければですけども。じゃあ、最後に先行展開の発展性というか、まあ、やりすぎだろ感が溢れるものまでやりましょうか。で、まあ、ハンドがこんな場合とか、まあ、闇の誘惑で、マンハッタンが除外されている場合とか、そんな時はですね、まあ、適当なコスト。まあ、ハルマッタンを切るか、ハルマッタンを切るか、なんか、闇の巡りで除外しといて、チーム発動。で、まあ、ここと、まあ、デッキから、まあ、黒い線取っていきますね。で、効果効果。で、まあ、ここで持ってくるのが、まあ、パウステルと、ブリザード。ね。で、アウセル。で、アウセル効果で、ここで、SS。で、効果でこの2枚、取っていきますね。はい。で、まあ、こことここで、シンクロ召喚。はい。皆さん大好き、ノートグ。で、まあ、ノートグの方で800ダメージ与えて、ブリザード効果。で、ブリザード効果で、うちのハルマッタン。で、ハルマッタン効果。で、レベル6分アップします。で、レベル8にしますね。で、そこで、ここからハルマッタン特殊化。で、ハルマッタンとノートゥルで見習いましょうですね。すい。で、トップのおろしですね。で、トップのおろしとシムーンでレベル7。で、執行のフォーク城。で、フォーク城を使う。こっちの、はい、ノートゥングを蘇生。で、800ダメージ。で、こことここレベル持っておいて、フルアーマードリング。で、ゲイロ特殊召喚して、サントハラで、2枚目のフルアーマードリング。こんな感じ。まあ、やらんけど。まあやらないでいいと思います。そんな。かなりオーバーギルですし、ハンド4枚ですから、必要。まあもし余裕がある方はやってみればいいんじゃないですかねって話で、やりすぎ感が来るでしょっていう。まあそもそもフルアワードウィングを、何です ?2 枚入れてる余裕がないでしょ。どこもカツカツだと思うの。はい、じゃあ、最後に、先行展開終わりなんで、後行展開の、こんなやり方あるぜ。こんな殺し方あるぜ。っていうのをやりましょうか。はい、それじゃあですね、後行のワンキルルートの、その展開ルートの一つを皆さんに教えたいと思います。必要なのはこのまあ一応この3枚、他にも無数にありますけどね。あとまあハンドコスト適当な何でもいいです。まあ本当これ何でもいいです。じゃあいきます。じゃあまず、ハルマッタ SS
して、黒いセットを持ってきて、効果でアーステルをサーチします。で、アーステル、効果で、持ってきますね。で、黒いセット効果、一旦ハルマッター、ます。で、ここと、ここでシンクロ召喚。ノートゥング。で、ノートゥング効果で相手に800ダメージですね。で、通常召喚権増えるんで、ブリザード。で、ブリザード効果と、スクリーセント効果。下ろしさして、払った。で、ノートゥングと払ったんで、リンク召喚。見習いましょうですね。で、下ろし SS。払った SS。で、払ったの効果。下ろし分のレベルを1個上げます。レベル3にしますね。で、ここと、ここで、シュ、雷切り。します。で、雷切り効果。このカードがね、召喚に、一旦に一度ですね、フィールド上の、自分フィールドの、このカード以外のブラックフェザーの数かける、数だけ、相手フィールド上のカードを破壊します。こことここ、2枚あるんで、相手フィールド上のカードを2枚破壊します。で、ここと雷切りと魔杖で、トレメアユニコーン。で、トレメアユニコーンの効果、手札1枚捨てて、フィールド上のモンスターを、フィールド上のカードを1枚バウンスします。バウンスします。で、こことここ。で、シンクロ召喚。ソハイ。で、ソハイの効果、墓地のアサルドブラックフェザーを SS しますね、ライキリ。で、ライキリの効果、フィールド上の、ソハイがいるんで1枚破壊で。これで相手フィールド上3枚破壊できました。で、5と7なんで、で、さらにこれはチューナーとして扱わないので、こことここで、シンクロ召喚。オニマル。で、相手フィールド上にダイレクトアタックで、ここで6戦。9戦ですね。いやー、強いわー、これ。強いわー、これ。まあ、ここまで全部決まったらですよね。他にも展開ルートはもう無数にあります。ほんと無数にある。先ほど言いました、ゆきゅうってのは一番都合のいいルートで分かりやすいルートだったので、これ。ね。シムーン、ハルマッタ。まあ、他にもね、場合を除外したらなんとかなる、なんかなるとか、ブラスト除外レベル4だったらどうなるんだとかいうのも、本当に無数にあるんで、まあ、やり方を一個一個、吟味して、こういう時にこういうのがあるんだというのを頭の中に入れておくのが重要なんじゃないですかね。はい、以上です。今言った展開例は本当ごく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 一部です。もうめちゃくちゃ無数にあります。キルルートだとか展開例だとか先行展開例だとか。なんでもブラックフェザーは高校を取ってワンキルしに行くのだから先行展開なんて考える必要ねえんだよっていう人もいますけどもね。僕はちょっと先行展開も練習しとかないと絶対忘れるんで。忘れるんでこういう風に勉強しとかなきゃなんないなと。もう本当に無数にあるので適切にこの状況下でこの反動ならばこれができるというのを自分の中でまあテンプレ化しといて、で即座にそれを引き出せるようにしておいた方がいいと思います。大会とかでは特に長くなりがちなんだよ。あと置く場所とかも考えないと、ああしまったここ出せへんやんみたいなことだったりするんで、僕は今でも全然わからんかったです。はい、以上です。ブラックフェザーの、デッキ紹介動画でした。またお会いしましょう。バイバーイ。